こんにちは、今日は4回目の4回目の収録になります。山田君がちょっと東海岸の方に旅行されてたのでちょっと時間が空きました。今ここで山田君と戯れてたのが我が家の子猫で、まあ、キューと言います、それではですね、まあ、日本デビューになりましたねね、キュー、まあ、時々あの収録の最中に現れると思いますので皆さんよろしく、それではですね、あの前回2回目の時だと思うんですけど、例の G7 の話をね、はい、ちょっとしとかなければいけないかなと思って、うん、3回目でやらなかったもんね。そうですね。ね。で、G7 ってやはりどうなんだろう、山田君のチャンネルの視聴者の方もそんなに どうなんだろう、関心はあったと思うんだよね。だと思います。はい、ね、で関心コメントでも結構あったので。あ、本当、はい、あ、そうですか。だからやっぱりみんなちょっと私はがっかりしたんだけど、うん、山田君どう？僕も同じくそうですね。結局、ね、今一番その世界がその気にしているウクライナに関する問題で、まあ、もう現状維持どころかもっと行こうっていう風な感じだったので、ちょっともうちょっと違う発言を他の、まあ、G7 の全部体じゃなかったとしてもなんか出てきてくれたらよかったなと思ったんですけど、そうですね、まあ、一致団結って感じだったので、うん、だから私他のチャンネルの中でも喋ったんだけど、うん、このウクライナ戦争を止めようとしている国が、うん、まあ、トルコとあのイスラエルがやったのが潰されちゃったでしょ、うん、そうですね、はい、あのボリス・ジョンソンにね、はい、でその後出てこなくて、うん、仲介国が、うん、それで今中国、習近平が今やってると、うん、そこが一番怖いんですよね。そうでしょ、もうそこに持ってかれるのが、あのイランとサウジのやつ持ってかれて、で次ウクライナの持ってかれたら本当に世界のその秩序変わってくると思うんで。そうなんだよね、うん、だからそのウクライナを応援する人はそれでいいんだけど、うん、まあそれなりの理屈があるんでしょう、うん、僕は全然おかしいと思ってるんだけど、うん、だけどやっぱりウクライナ支援の人たちはそれはそれで、まあ仮に認めるとしても、うん、じゃあその結果何が待ってるのか、うん、ロシアとあの習近平の、はい、あの接近だよね。そうですね。それからもちろんあのイランとの接近だよね、はいはい、だからその辺もこう大きなこう構造的なね、うん、動きが あるのに、あの全然それを考慮した G7 の外交というのができてないっていうのはすごく不安だよね、うん、そうですね、心配を取り越した不安だよね、うんうん、でほら F16 を、はい、あの供与するっていう話も、うん、バイデンしちゃったよね、はい、それで今ほら今度はイギリスが劣化ウラン弾、はい、戦車砲、はい、あれ出して、うん、で今度はクラスターなんだよね戦争犯罪だって言ってるのに、うん、自分たちがそれをやるし、なんかもうですね、歯止めが効いてないですし、あとは大規模反転攻勢がすごくうまくいってるっていう話を聞いたはずだったんですけど、僕はなんかそれじゃないのかなっていうふうに思わざるを得ないような、うん、状況になってんなって。山田君も見てると思うんだけど、うん、ほらロシアの防衛省が、うん、あのビデオで出してるでしょ、うん、あのいわゆる外科手術的にすごいピンポイントで、うん、NATO 諸国から、はい、供給された戦車、あのほら特にドイツのレパード戦車、はいはい、それからアメリカのブラッドリー、はい、そのあたりを本当にもうなんていうのピンポイントで、ね、あの破壊してる映像がどんどんロシア防衛省から出てるんだけど、うん、あれって日本ではああいう映像って一切出さないのかな。そうなんでしょうね。まあ、だからこその今の世論なのかなっていうのもあると思いますけど、正直日本のメディアそこまで追いかけないんでしょ、うん、あんまり分かんないですけど、うん、まあでもそうなんじゃないですかね。ねえ、アメリカのまあメディアも要するにロシアのプロパガンダということで出してないかもないね、うんうん、主要メディアはね、うん、だからまあ、山田君もアメリカの主要メディアだけじゃ情報が偏るんで、うん、いろんな情報を取ってると思うんだけど、僕なんかインドのね、はい、インドの
テレビなんかは情報を取ってるんだけど、うん、まあ、インドとかアルジャジーラとかね、はい、僕もそうです、アルジャジーラとかあの、うん、アラブ系の方、ね、の方を見ているようにしてますね。だからでもそういうのって、うん、日本の視聴者の方はなかなか見る時間ないだろうね。基本は多分だってあの CNN の報道によるととかニューヨークタイムズの報道によると AP によるとみたいな感じで、その大手のやつをなんて焼き増ししたものが多分基本的に日本で扱われていると思うんで、なかなか難しいですよね、その日本語オンリーで探すっていうのは。うん、いやだからね、これまた嫌味に聞こえちゃって、うん、視聴者の方に怒られるかもしれないけど、日本のほら評論家の中で英語文献を読んでない、明らかに読んでない人がいるでしょ、うん、あれって危ないよね。そうですね。でこれやっぱりあの英語、まあうん、私もドイツ語フランス語できればいいんだけど、うん、残念ながらそこまでの語学力ないんだけども、うん、少なくとも英語ではだいぶ見れるのでね、うん、だから日本語だけで評論してる方っていうのは僕は気をつけて見た方がいいかな、うん、多分今回のこのロシアが絡んでくるとかになると、やっぱそのプロパガンダっていうものが絶対あるんですよね、うん、で今もうお互いが言い合ってるじゃないですか。ウクライナ応援団もロシアに言ってることはプロパガンダだって言ってますし、ロシア擁護派の人も、ウクライナのやつはプロパガンダだって言って、お互いが言い合ってて、で英語の記事見てもその信憑性がよく分かんないものって いっぱいあるんですよ ね。 そうね。でそれをさらに英語と日本語の2つでもよく分かんないのに日本語オンリーになると余計なんでしょう、探しづらくなるのかなっていうのはあると思うんで、ちょっとこういう問題は、そうですね、評論家って言われるとやっぱりなんでしょう、すごい信頼性のある人に思えたりとかするんですけど、うん、ちょっと一歩引いて話聞いた方が良かったりとかするのかなって思ってきますね。だから山田君のチャンネルもほらいろんな情報を出してるけど、うん、自分でも時々不安になることあるでしょ、はい、これ頼ってる情報が本当に正しいのかなっていうのは、うん、いつも気をつけてるよね。めちゃくちゃ気をつけてます、うん、それでも間違える可能性もあるからね、うん、で、それではちょっとヨーロッパの話もしたいんだけど、うん、ちょっとセンシティブな感じに今なってるので、うん、ちょっとヨーロッパの話は視聴者の方には申し訳ないけどしないことに今日はしましょう、うん、まあ皆さん視聴者の方察していただけると思いますで今日ね、ちょっと前回のお話の中で喋、れなかったこと、あ、今日はね、あ、そうだ、今日は7月11日の収録です。で、ちょうどたまたま少し前にね、山田くんのチャンネルで FBI とかアメリカのね、諜報組織が、うん、どれだけプラットフォーム供給会社に圧力かけてたかっていうのを、うんうん、今日話してたよね。そうです、はい、まさに今日の動画ですね。今日の動画だね、はい、20分ぐらい前かな。そうです例のほら、ミズーリ州と、はい、あ、そっちの方か、はい、うん、はい、ルイジアナとミズーリ州が主導してるやつですね。そうですね、はい、これ詳しくない方はね、ちょっとお話しますと、ミズーリ州とルイジアナ州が連邦政府に対して要するに検閲をかけてんじゃないのという、まあ、他にもあるんだけど、検閲をかけるのは違反ですよということを連邦地裁に訴えてるんですね。でそれでバイデン政権 その官僚クラスがだいぶ呼ばれたね。そうですね。でそれとかあとプラットフォーム の、はい、幹部が呼ばれて、はい、で その地裁だね、あれ。そうです、はい、連邦地裁ですね、まだ、はい、連邦地裁の判断が出たんですよ。その話をしてもらおうかな、はい、じゃあまあ、2020年の大統領選挙を振り返ってみればもう誰しもが分かると思いますけども、とてつもないレベルの検閲があったんですよね。であれの、まあ、ようやく反撃に出れたといいますか、はい、まあ、そもそも検閲っていうこと、SNS 企業がやることに関しては一応法律上的には問題ないんですね。ただそこに連邦政府が絡んでくると、憲法違反っていう、修正憲法第1条の保障している言論の自由に違反してるっていうことになるので、で今回その線で突っ込んでって、で、まあ、調べれば出るわツイッターファイルズっていうものでも出てきて分かってましたが、特にバイデン政権がもう発足した直後から
もう名指しでこいつを検閲しろとかあいつを検閲しろあの投稿を検閲しろみたいなことを SNS 企業にもう直接働きかけてやってたっていうのが分かってたりとか、であとは定期的にその SNS 企業と、バイデン政権のもうトランプ政権下の時からも実は始まってたんですが、その連邦政府機関がまあ暴走して、まあ何でしょう、海外勢力 の、 その工作活動から国民を守るという体でアメリカ国民特に保守系の人たちを徹底弾圧してたっていうことが今裁判でようやく明らかになってきていて、で今回その裁判の中で、もう連邦政府は SNS 企業と原則その検閲のために、協力しちゃダメだという判決が 今のところ仮差し止めの段階なんですが出てるんですね。で、もちろん何そのテロ対策とかあとは何でしょうその犯罪行為、まあ、何でしょうマネーロンダリングなのか分かりませんが、まあ、そういうものに関する協力は今後も OK だけれども、いわゆるそういう、何でしょうなんか選挙に関わることであるとか何でしょう、ね、その政治的なものに関しては、原則的にはもう検閲はダメだよっていう判決が出たので、これは大きいですね本当に。大きいね、はい、このことがあのツイッターをね、うん、の買収があったでしょ、うん、イーロン・マスクの、はいはい、その後すぐにあのいわゆる検閲に協力してた幹部が、はい、解雇されたよ ね、 そ, うですね、はい、でその解雇された幹部に対して会員だったよね、会員、あ上院もやったかな、会員、いや上院覚えてないな会員は間違いなくやりました、 やったね、はい、武器会員会はやりました。であれで見てたんだけど最初は若干抵抗してみたみたいだね。そうです、はい、正直で、あとはさすがになんだまともじゃない要求に関しては、うん、ツイッター側も跳ねたりとかしてたようなんですが、ただやっぱ2020年 の、 あの大統領選挙ら辺のところは間違ってたのかなと。そうだ、ね、うん、なんか途中でツイッターも、まあ、旧ツイッターなんだけど、うん、今のツイッターはあのイーロン・マスクがかなり改革してるんで、うん、良くなってはいるんだけど、あの旧経営陣っていうのはもう最後はもうめんどくさいからいいやっていう感じになった感じが、はい、あれ証言聞いててしたね、はい、であとはツイッターファイルズでいろいろ明らかになってたのが、まあ、なんだろう肩を持つ気はもう微塵もないですけど、ただやっぱりその、うん、特に下院 の、 あのアダム・シフっていうね、あの証拠捏造するわ大嘘つくわでもめちゃくちゃな下院議員がいるんですけど、そやつとかがもうその従わないんだったら法整備をして苦しめますよみたいな感じの、その何でしょう、立法権を使ったヤクザみたいなその何でしょう圧力がけっていうのもあったので、まあそういうのに屈したのかなっていうのはありますね。そうだね、うん、まあ、ザッカーバーグの方の、はい、まあ、Facebook、まあ、今メタか、はい、あっちは積極的な、まあ、まあ、なんなら今現在もですし親、はい、まあオーナーが、はい、だからね、だからつい最近あの スレッツだったっけな、なんか新しいそのツイッターもどきを出したけど、うん、あれももう初っ端からもうあの検閲始まってますからね、あのこのアカウント、その保守系のアカウントフォローしますかっていう、フォローしようとするとこのアカウントはそのご情報をいつも垂れ流している危険なアカウントだけど本当にフォローしますかみたいな、それもういらない注意書きが出たりとか、うん、もうすでに始まってますね。おそらく伸びないんじゃないかな。どうだろう。クラブハウス化するんじゃないかって言われてるんですけど、あのクラブハウスってご存知ですか？あのなんか音声だけのなんかアプリが一回流行ったんですよ。日本で。はい、まあ、どう考えてもあれなんか情報盗み取るやつなんじゃないのって言われてたんですけど、まあ、そんな感じでなんか最初はドンって盛り上がるけど気づけばしょぼんってなって消えていくみたいな。うん、そうだね。はい、あのイーロン・マスクがやってるのは、うん、やはりあの非常に王道だよね。例えば成りすまししちゃいけないとか、うん、はいはい、あとなんだろう機械で、うん、あのボットの規制ですね、ボットの規制ね、はい、それとかあとなんだろう、例えば本当の意味のあのコロ、まあ、コロなんとかとか、うん、そういういわゆる脅迫だよね、はいはい、そういったものに対するいわゆるもともとプラットフォームの会社に対して期待してた規制、うん、自主規制っていうのはね、はい、それで運営していくっていうのがイーロン・マスクの姿勢だから、うん、これはねやっぱりもう今のところ彼に僕は期待してるんだけどね、うん、あのまあ、賛否両論あるんですよね、その中国との絡みとかでイーロン・マスクはどうなんだとか、そうそう、ニューロリンクのことでいろいろありますけど、うん、まあ、このツイッター買収に関してはひとまずあの本当に何でしょう、世界を救ったって言ったら大げさかもしれないですけど、うんうん、あの間違いなくいい方向性には行ったんですよ ね、 ね、ちょっと新しい CEO はどういう人なのかがね、いろいろ賛否いろいろ分かれてますけど、うんうん、はい、ひとまず良かったと思います本当に。そうだね、はい、
いろんなほら、今度の LGBTQ 問題もそうなんだけど、うん、この上に待ってるのが、うん、例の言論の自由の迫害なんだよね、うんはい、だから LGBTQ 運動批判もできないぐらいの、うん、だから今のところ皆さん日本の皆さんもね、今の我々がこれだけ喋れるのはいいんですよ。でこの月に待ってるのがすごく怖い、うんそうですね、本当はその内容を喋りたいんですけどそれを喋れないぐらいです。これは皆さん察してください。そう今日本当は他に話したいネタがあったんですけどさっき喋ってちょっと怒られるだろうなって思ったので、はい割愛しているものがございます、はい、だからこれ面白いね。そういう意味じゃ視聴者の方と喋る側がなんとなくこう、はいうん喋らなくても、はい、あれダメなんだみたいな、ね、そうそうそうあちらさんにとってなんか喋ってほしくないものなんだみたいなそうそうだから視聴者の方のねリテラシーもね、うん、とのなんだから絡み合いとかな、はいはい、対応もね、うん、これからの僕らの発信っていうのは出てくるんじゃないかな、うん、まあ今日は他にはあと喋りたいことはあるんだけど、どう？あの講演会の準備は？あ、一生懸命頑張ってます。はい。ありがたいことに、5日かな？でもうあの定員いっちゃって、うん、あの何でしたっけ、その会場参加がもう申し込みできなくなったっていう状態なので、うんはい、今度大きなね、あの会場にしてもらえばいいよね。あその後ですか、うんまあ、今回成功したらって言われてるんですけど久しぶりにその人前で昔のその塾事例を思い出す感じで喋れるんで、ねはい、楽しみちゃった。喋りも慣れてるから、はい、人前に立つのもね、はい、あのそんなに苦じゃないもんね、うん、ただまあやっぱ今までは子供たちを相手に喋ってたんでそれが次年代もちょっとどれぐらいの幅か分かんないですけど、うんうん、あの初めてのその大人の人たちに対する、うんいろんな話なのでまた違う経験できるかなっていうのでどうなんだろう、まあ、楽しみ。僕の年代の人も多いかもしれないねだと思います、はい、申し込み段階で、ま、全くわからないので、うんうんまあ、当日までのお楽しみっていう感じでそうだね、はいまあ、あの頑張って、はい、あのこっちのね情報を伝えてください、はいはい、バドライト、はい、アンハイザーブッシュやっぱりすごい落ち込みだねあのビール強烈な仕返しを食らってますね。そうだね。はい、もうなんだろう。ざまあ見ろ以外の言葉が見つからないですけど、はい。まあでもこれは本当になんだろうな、あの一ついい流れの転換点といいますか、今本当に狂ってったと思うんで、ね、この約2年間で。いやだからね、うん、あのバドワイザーのマーケティングチームも、はい、本当に危機感なかったね。うん。だからちょっと保守系を多分舐めてましたね。舐めてたね、うんうん、だから僕はあのCGS さんのねその番組の中で言ったんだけど、うん、レードの水だったんだと要するに彼らはそのずっと保守系の人たちが水だったと、うん、だけどどんどん冷えてて、うん、レードまで下がってること、うん、でも水だったんだよね、うん、でも彼らのあのディラン・マルベニーを使った瞬間が、はいうん、あれがちょっとしたこう刺激になって一気に凍ったね、はい、だからあれだけ大きな会社が今あの数量ベースでもう3割だから、うん、あの会社にビールの瓶を供給した会社が工場閉鎖になったもんね。おいや周りから恨み買いますねこれは。あのカナダのトロントのあのもう何でしょう、もうすっぱだかのおっさんたちが練り歩くようなあのもう何でしょう変態の集まりになってたプライドパレードあれにまだ協賛しますからねこの前あすごいバドライトって書いてあったね、はい、だから私はねあれはかなり前から協賛してたんで、はい、あ下げれない あれブレーキかけられなかったと思うのね、うんうん、やはり大きな組織っていうのはかなり前から動いてるじゃない、うんうん、だからもう全部準備整ってもうやめたかったんだと思う。とてつもないタイミングで始まっていやひどいもんねおっさんたちが裸で、はい、子供たちのいる前で、はい、ああいうまあ要するに日本だったら新宿の、うん、夜の状態が、うん、真っ昼までやるんだもんね。そうですね。だからそういうことが平気なの。トロント警察に誰かがその、うん、
あれ法律的に問題ないのかってことを聞いたら問題はないという返答が来たってことで、あの皆さんあのこの本の、ね、第4章のフリーダムコンボイっていうところを読んだ後に今の話聞くともうとんでもないことになってるぞっていう風なのがより分かると思います。はい、あれを容認するのはちょっと本当おかしいですよ ね、うん、代わりにトラック運転手たちが自由返せって言ってるのはダメっていうのはもう意味が分からないと思ったんで、ね、でもねこの LGBTQ とかこういうのが入ってきたら、うん、例えばだんじりとか、はい、日本のお祭りで今年、うん、一丁でやってるでしょ、うん、あれダメだって言うかもしれない。そうですね、ダメだって言うのか何なんだろう、 あれやってるからいいじゃないとか、うん、利用されそうな気がしますね。ねだからああいうふんどしの若者がね、うん、あのお祭りで騒いでるのにただ僕らお化粧しただけだって言ったら、うん、通っちゃうのかな。この前のその素っ裸のおっさんたちが練り歩いてることに関するその擁護派の意見っていうのが、いや子供たちだって普段からお父さんの見てるでしょっていういやあ違うじゃんって話じゃないですか。いやその見ず知らずのおっさんたちが堂々たんなんで練り歩いてるっていうのは異常なことなんですよね。でそれを普通それも女装してたりね、はいはい、そうですね、女装するは、まあ、またはもうすっぱだからなんかうわーやってるわっていうのはすっぱだから自転車で走ってるんじゃない。やりました、やりました、やったんですね、はい、ね、っていうのはちょっといくらなんでもなんでしょうな、違うじゃないですか、それはお父さんのとは違うと思うんで、うん、だから、うん、こういうことに対しておかしいよということを少なくとも、SN 上でね、うん、言える状況が続いてくれれば僕らはマジョリティだと思ってるんで、うん、いいんだけど彼らは基本的にはマイノリティをやるでしょ、うん、はい、そうです。それとマイノリティに勝つためには検閲しかないんだよね。あ、うん、だから僕はね、ある政治家と話をして、まあ、ちょっと LGBTQ にちょっと前のめりだった方にね、うん、話したんだけど、まあじゃあそこまではいいですと、うん、だけどこの後に待ってるのが検閲ですよと、うん、僕らの声を潰す動きが必ず出てくるんで、うん、それだけは絶対に反対してくださいねということは伝えたんだよね。多分ヘイトっていう3文字でくくられて全部消されますもんね、僕たちのその反対意見っていうのが。そうだね、うん、だから本当の意味の戦いっていうのは検閲を容認する動きになってきた時に、うん、今アメリカがそうなってるんでしょ、うん、だから この次の動きには徹底的に対抗しないと危ないね、うん、そうですね、うん、だから要するにこの前の動きとしてヘイトスピーチなんたら法っていうのを作ったでしょ、はい、うん、日本であれが今回の動きの LGBTQ 問題の前哨戦だったんだよね、うんうん、だからこれからだね、うん、本格的な日本での戦いが始まるのはと思ってます。それじゃあ4回目この辺で、じゃあいい講演になることを期待して、はい、頑張ります。頑張ってください。はい、ありがとうございます。それじゃあ皆さんまたこういう機会を作りたいと思いますので、日本から帰ってきたらまたやりましょうか。そうですね、 ね、はい、よろしくお願いします。じゃあどうもありがとう、はい、ありがとうございました。